こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今回は翻訳業界の豆知識テスト、あなたは翻訳業界についていくつ知ってる？ということでお送りしたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、翻訳業界っていうのはどういうところでどういう人たちが翻訳をやってるのかということがお分かりいただけると思いますので、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。さて、今回は翻訳業界豆知識、あなたはいくつ知ってる？ということで、翻訳業界あるいは翻訳の仕事に関するクイズを10個出したいと思います。私以前に日本語を教えてた時にですね、よく丸×問題みたいなのをよく授業でやっていて、これは日本の100均でですね、パーティーグッズのコーナーで買ってきた小物なんですけど、これよく私日本語教えてた時もよく使ってて、皆さんに参加をお願いして授業を進めていました。それでですね、今回は YouTube を見ていらっしゃる皆さんとも一緒にこのゲームをやってみたいと思います。これから10問私が丸か×かということでイエスノークエスチョンですね、出しますので、皆さんはこれが自分の答えだと思うのをちょっと書き留めておいてですね、で後で正解発表をしますので、で正解発表の時にいくつ自分が合ってたかっていうのを数えていただけたら、後で皆さんの翻訳業界や翻訳の仕事に対する知識をどれだけ知ってるかっていうのを判断したいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。翻訳業界、翻訳の仕事に関する豆知識、1番目の質問、翻訳者は英語を話したらペラペラである。これがまず1問目です。2問目いきたいと思います。翻訳者は自由で楽な仕事である。3問目はですね、翻訳者になるためには最初から専門が必要。では4問目いきたいと思います。英語から日本語に翻訳ができる翻訳者は日本語から英語も簡単に翻訳できる。では5問目、翻訳者になったら辞書はいらなくなる。では6問目、翻訳者になるためには絶対に学校に行かなければならない。7問目は翻訳者になるには絶対に海外経験が必要。8問目は翻訳者には音楽が好きな人が多い。9問目は翻訳者になるためにまず何よりも最初に必要なのはキャットツールである。それから最後10問目、翻訳業界には女性が多い。この10問です。皆さん丸か×か記録取りましたか？それではですね、正解発表に行きたいと思います。1問目、翻訳者は英語を話すとペラペラである。これはですね、正解はブーです。翻訳者は読んだり書いたりするのが仕事なので、英語を話すというのは仕事上必要ではありません。仕事上で話すのが必要なのは通訳者さんであって、翻訳者は一日中パソコンの前に座って文字を読んだり書いたりしている仕事ですから、別に話せなくても翻訳者になれますし、何でも翻訳してるけれども英語話せないっていう翻訳者もいっぱいいます。でもそれでいいんです。ですので1番目の正解はブーです。では2番目、翻訳者は自由で楽な仕事である。これもブーです。ペケです。時間やスケジュールを自由に決められるので、自由な仕事っていうところは間違いないんですけれども、でも楽な仕事ではないですね。もう皆さん必死になって締め切りと戦っている人たちですから、楽な仕事とは言えないと思います。かなり皆さん身を削って鶴の恩返しのお通のような形相で仕事している場合が多いので、ですので楽な仕事という部分が間違っているので、これはペケです。3問目、翻訳者になるためには最初から専門が必要。これもブーです。よく翻訳者になりたいって言って勉強を始められる方の中には、自分には専門がないっていうのを気にしている方がすごく多いんですね。でも最初から専門が決まっている人っていうのは実際には非常に少なくてですね、もちろん一部の恵まれた人たちだったら、自分はコンピューターのプログラミングを勉強したから IT とか、自分はお医者さんの卵だったから医薬、薬学翻訳とか、そういうラッキーな方も中にはいらっしゃいますけれども、意外に翻訳者っていうのは文系の人も多くて、で自分が大学とかで勉強してきたことが必ずしも専門っていう形にはなってないっていう方も多いです。大体どういう形で翻訳業界に入っていくかっていうと、なんかチャンスがあってそれをたまたまうまくできたら、次から次へとそこから扉が開けていろんな仕事をいただくようになって、後付けで自分の専門が決まっていったっていう人も多いので、私もその一人なので、初めから専門が決まっているという必要は全然ないです。
では4問目。英語から日本語に翻訳できる翻訳者は、日本語から英語も簡単に翻訳できる。これはですね、ブーペケです。なぜかというと、例えば私なんですけれども、私は英語から日本語というのを自分の専門にしてて、英語から日本語の仕事っていうのは受けています。でも日本語から英語っていうのは、もうどうしてもお客さんに意味の正確さを確認しなきゃいけないから、どうしてもやってくれって言われたらしょうがないので受ける時もありますけれども、大抵の場合はお断りしています。なぜかというと、私は日本語が母国語ですし、日本語の方が圧倒的に表現とかも多いので、なんかやっぱり英語が自分にとっては外国語なので、細かいニュアンスであったりとか、大体意味をなんとなく通じさせるぐらいの英語はできると思うんですけれども、微妙なニュアンスであったりとか、人の心を動かすためにより良い表現を思いつくとか、そういう意味においては英語ネイティブの人に比べて全然なんていうのかな、そういう慣用句イディオムとかも知らないし、こういう条件でこういうのを使ったらすごい効果があるとか、そういうのもやっぱり外国人だから心で感じないんですね。頭では分かってるけど心では感じないので、なのでマーケティングみたいな、そういう人の心を動かすような文章を英語で作るっていうのは多分仕事としては無理なんじゃないかなと思っています。ですので日本語を母国語としてらっしゃる翻訳者はそういう方が多い。もちろん日本語から英語の翻訳をやるっていう人もいますよ。そういう方はそういう訓練を受けて、やっぱり文学とかじゃなくて技術的なものを手掛けてる方が多いような気がしてるんですけれども、なので英語から日本語の翻訳ができるからといって日本語から英語も双方向で同じように同程度に上手にできるとは限りません。言ってみれば私は右利きなんですけど、英語から日本語は右利きっていう感じです。だから日本語から英語はできなくはないけど、左手で箸持ってやらなきゃいけないみたいな、そういうような感じなので、ちょっとおぼつかないっていうか、もちろん両頭使いの人もいますけれども、大部分はどっちかが得意っていう人が多くて、で私はたまたま英語から日本語が得意なので、英語から日本語に翻訳ができるからといって必ずしも日本語から英語に翻訳できるとは限りません。では5問目は、翻訳者になったら辞書はいらなくなる。これもブーです。翻訳者になったら辞書がいらなくなるなんて、なんか誰か思ってる人がいるのかもしれないんですけれども、実はその反対で、翻訳者っていうのは日常的に辞書を使っています。しかも1冊や2冊ではなくて、何冊も串刺し検索できるようにパソコンを整えてたりする翻訳者も数多くいます。いろんな形で証拠を取ってこないと。翻訳者っていうのはとにかく文字が記録に残るので、通訳者さんみたいにその場で言えばそれで終わりっていう仕事ではなくて、文字として記録に残るので間違いがないように、これでもかこれでもかっていう感じで石橋を叩いて割るぐらいの気持ちで何度も何度も調べるので、むしろ辞書の数は多くなっていくと思います。まあ、最近は電子辞書とかもいろいろ出てきたので、紙の辞書をたくさん持ち運ばなきゃいけないってことはなくなってはいるんですけれども、それでもやっぱり翻訳者っていうと、まあ、書籍代が経費で落とせるっていうこともあるんですけれども、本を見ると買ってしまうっていう人が多いですね。なので翻訳者になったら辞書がいらなくなるっていうのは全く逆です。6番目、翻訳者になるには絶対に学校へ行かなければいけない。これも正解はブーペケです。私もまあ一応学校っていうか大学院は出てますけれども、翻訳の専門の学校に行ったっていう経験はなくて、そうですね、もちろん検定試験みたいなのを取ったりはしたんですけれども、翻訳学校へ行って正式に翻訳のトレーニングを受けたっていう経験はありません。むしろ海外在住の方とかだと、現場叩き上げ主義、現場に放り込まれてそれでその場で覚えてくっていう人がむしろ多いぐらいだと思います。他に以前に別の動画でも言ったんですけれども、翻訳の仕事っていうのはお医者さんとか弁護士さんと違って国家資格が必要だとかそういうんじゃなくって、誰でものれんを掲げて営業を開始することができる仕事です。ですのでなんとなく成り行きで翻訳者になったっていう人もいるし、もちろん学校に行くのが悪いと言ってるわけではなく、多分日本で翻訳者になるっていう方はやはり翻訳学校へまず行って基礎を身につけてから、それで少しずつ実践を積んでっていう風に考えられてる方が多いんじゃないかと思うし、それはそれで一つの方法なんですけれども、でもそれが必ずしも絶対に行かなければいけないというものではありませんし、学校に行ったから必ず翻訳者になれるというものでもありません。では7つ目、翻訳者になるためには絶対に海外経験が必要。これも正解はペケです。まあ英語を使う仕事なので、海外経験がないと翻訳者になれないんじゃないかって思っていらっしゃる方がいらっしゃるみたいなんですけれども、実際に私が同業の方と話をしててもですね、海外経験がないっていう翻訳者さん結構います。もちろん海外経験があると文化的な違いであったりとか、そういうのを自分の体で体験して、例
えばこういう食べ物とか日本にないような食べ物を食べたことがあったりとか、日本ではできない経験を現地でしてるっていう場合もあるので、そういう時は翻訳の際にそのイメージを膨らませるのに役に立つと思いますけれども、でも意外に海外に行ったことのない翻訳者さんというのも多いですし、海外経験というのは必ずしも絶対に必要なものではないと思います。では8番目、翻訳者には音楽が好きな人が多い。これはピンポンピンポン正解です。意外とね、多分翻訳っていうのが技術的な部分と芸術的な部分が多いせいだと思うんですけれども、ものすごくね、音楽が好きな人とか音楽が得意な人っていうのが私の周りには多いです。私のお友達の翻訳者さんでも、なんかすぐにギターを買ってしまう翻訳者さんもいれば、あとは息抜きになるとオペラを見に行くっていう人もいるし、あとはアメリカの大学で音楽を教えているっていう翻訳者さんもいたし、ロックコンサートが好きで休暇になると海外にツアー見に行くっていう翻訳者さんもいたし、とにかくね、なんか音楽好きな人が多いです。自分で演奏する人もいるし、見に行くっていう人もいるし、いろいろなんですけど、なんでかわかんないですけど音楽好きな人が多いです。多分フリーランスで仕事とかしてると自宅で好きなだけ音楽が聴けるっていうのがすごい大きなメリットがあって、それが好きで翻訳者になったっていう人もいるかもしれません。なので翻訳者は音楽が好きな人が多いです。では9番目いきます。翻訳者になるためにはまず最初に必要なのはキャットツールである。これはですね、ペケです。ブーです。私今優しい翻訳塾っていうのを教えてるんですけど、翻訳者になりたいっていう方が集まってきてて、でいつキャットツールを買ったらいいですかとか質問を受けることが多いです。で私は仕事で元が取れるいう当てができてからでいいよって言ってるんですね。なぜかっていうと、その取引先によって使うキャットツールっていうのも違っているし、ご縁があった会社が必ずしも自分が買ったキャットツールを持っているとか使っているとは限らないし、結構お値段もするツールなので、先走って買って使わなかったらもったいない、タンスの肥やしになったらもったいないので、別にもちろんキャットツールがあった方が仕事が取りやすいっていう部分もないことはないんですけれども、でも特に最近はキャットツールなしでもいきなりメムソースとかクラウドで使わせてくれるっていう会社も増えてるので、別に無理して急いで買わなくてもいいと思います。最後10番目、翻訳業界には女性が多い。これはじゃーん、ピンポンピンポーンです。翻訳業界は本当に女性が多いです。なんでかわかんないけどね、ずいぶん前の話なんですけど、私がイギリスの某翻訳会社で働いていた時に、私のフロアはですね、日本語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、いろんな言語の翻訳者が集まってるフロアだったんですけど、その中で男性の翻訳者っていうのは2割ぐらいで、残りは全員女性でした。私が働いていた職場が特殊だったのかもしれないんですけれども、実際私の周りを見てると意外に女性がすごくバリバリと働いている職場だなっていうふうに思います。多分時間の融通が効きやすいのと、いろんな働き方が許されてるのと、それからまあ言葉を扱う仕事なので、結構そういう言葉が好きな人っていうのが女性には多いのかなと思います。もちろん男性もいるんですけれども、割合的に見たら女性が半分か半分以上とか占めてるんじゃないかな。私の翻訳塾も男性も毎回入ってくださるんですけれども、少数派だし、ほとんどが女性です。なので私の感覚から言うと女性が多い職場だなというふうに思っています。今10問答え合わせをしたんですけれども、皆さんはいくつ当てはまっていましたか？もし8問から10問正解っていう人がいたらですね、もうかなり翻訳業界に精通してると思います。もうすぐに入っちゃってって言えると思います。では正解が7問から5問ぐらいの間は、まあだいたい一般常識的な翻訳業界のことは知っている。正解が7問から5問だったっていう方はですね、まだこれからいろいろと翻訳業界についてたくさん学べると思います。いくつかは常識で考えれば判断できるっていう問題もあったので、さらに深く翻訳業界のことを知っていただけたらいいなと思います。最後、正解が0問から4問だった方、この方はですね、今回こういうクイズを出した内容っていうのは、私が細切れに私のチャンネルでいろいろと言ってきてることなので、それでも翻訳業界にこれから入りたいと思ってらっしゃる方はですね、ぜひ私の過去動画をいろいろと見てですね、翻訳業界のしきたりであったりとか習わしといったものをですね、身につけていただけたらと思います。10問質問をしてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。
翻訳業界とか翻訳の仕事について面白そうだなと思ったら、ぜひ翻訳者になることを検討してみていただけたらと思います。今回は翻訳業界、翻訳の仕事に関する豆知識、あなたはどれだけ知っている？ということで10問クイズ形式で皆さんにご紹介しました。翻訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.